菅直人が引退、立憲民主党。21日に立憲民主党の菅直人さんが、泉健太代表に対して、ここで身を引きたいなどと伝えたことが明らかになりました。また、読売新聞の取材に対し、小選挙区からも比例選からも出ないと説明され、引退を表明された形になっておりますが、こちら、悪夢の民主党政権の菅直人内閣では、皇帝や、 韓国勘は外国人参政権円高に株安尖閣諸島中国漁船衝突事件在日韓国人違法献金事件東日本大震災脱原発朝鮮学校の授業料無償化などの問題が発生し、まあ、内政外交安全保障と壊滅的でございましたが菅さんの後継者が外国人住民投票条例案で問題となっている 武蔵野市の松下玲子さんとなる恐れもあり、まあ、この監査に対しては、まあ、とてもですね、お疲れ様でしたと言えないような状況でございますけれども、関西には、元総理大臣として問題を引き起こし続けている鳩山幸夫さんのような存在にはならないように注意していただくようお願いいたします。以上になります。 ご成長いただき、ありがとうございました。